でご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対0ライオンズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ライオンズの攻撃に入ります。西さん、バッター陣としてはこの辺りで1点でも多く追加しておきたいですよね。そうですね、もうちょっと点を取ってね、ゆとりを持ちたいですね。そういった余裕のある終盤を作ることができるんでしょうか。低めのボール入りました。ノーボール2ストライク。これが3球目。打ちました、痛烈。これはセカンドライナー。8番バッター古賀、先ほどの打席はライトフライに倒れています。大瀬良、まずは先頭バッターを打ち取っています。これはすっぽ抜けました。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はレフトへ。レフト掴んで2アウト。バッターボックスには9番金子、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。2アウトになっています。初球ボール、さあ2球目は何か。インコースへの変化球、ストライクです。さあ3球目は何か。低め、大きく外れてボールです。いいとこ投げてきますね。インローのストレート、力のあるボールです。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。さあこれで決まるのか。打ちました、小園。一塁アウト、スリーアウトです。この回ライオンズ三者凡退です。7回終わって2対0ライオンズがリードしています。8回の表追いかけるカープの攻撃、バッターボックスは8番堂林、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ライオンズリードで迎える8回です。外は入っています。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。低めに外れてボール。
次が4球目。打ちました。高く上がった。これはどうか。センター左へのヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。堂林、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー二塁です。さあライオンズ、この攻撃を防いでいけるか。彼は一発がありますから、配球には十分注意した方がいいですよね。うん、そうですよね。まあただピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから、簡単に打たれはしないでしょうね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。きっちりと見極めてボールです。変化球打った。セカンドが抑えた。一塁へ、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁となりました。さあそしてバッターボックスには小園が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあここをビシッと締めて相手に勝機を与えないピッチングを見せてほしいですね。うん、なるほど、そうですよね。初球からストライクを取ってきましたね。そうですね。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。まあ追い込みましたから三振を狙いたいですね。うん、そうですね。ファウルボールです。小宮山さん、三振を狙うためにはどういった配球。レフトへ、これは面白い当たり。サードランナースタート。サードランナーがホームに帰ってきました。小園、きっちりと犠牲フライを決めました。ライオンズ、これ以上の追い上げを許すわけにはいきません。ご覧いただきましょう。終盤この場面で犠牲フライ、得点を許しています。終盤だけにここは抑えておきたかったですよ。この犠牲フライで1点を奪われています。ライオンズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の佐藤。バッターボックスは2番菊池。ライオンズ追い上げられています。打ちました。セカンドが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。2対1、カープが1点差まで追い上げました。8回の裏、ライオンズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。ハーン、マウンド上に上がっています。バッターは源田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席は川谷という打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ライオンズ1点リードで迎える8回の攻撃です。西さん、試合を決定づけるにはもう1点得点が欲しいところですよね。まだこれ打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。さあノーアウトで追加点のランナーを置いています。バッターボックスには佐藤。まあバントか、少なくともランナーを進める。バントしました。取りました。一塁送球アウト。ワンアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁となりました。変化球を見極めます。インコース、スライダー決まります。打
内へのスライダーはボールになります。4球目は何で来るか。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。さあそして打席には中村が入ります。さあチャンスが続きます。まあつないでいますから、ここでしっかり差を広げておきたいですね。なるほど。左に切れます。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。甘い球見逃しちゃいましたね。はい、そうですね。チェンジアップには反応しません。ボールです。取りました。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。ここはつなげておきたかったんですけどね。ただ次は勝負強いバッターなんでね。ここは打ち上げた。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。8回終わって2対1、1点リードはライオンズです。さあ最終回、1点リードでの登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ライオンズの守護神増田、逃げ切りを図ります。小宮山さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。そうですね。もう本当に一球一球打ちました。これはショートライナー。バッターボックスは4番ジャーマン。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ここは注意しないといけませんね。そうですね。ワンアウトランナーありません。さあ守護神増田がカープ打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。今日は良さそうに見えますけどね。さあどんなピッチングを見せてくれるか。3球目見送っています。ボール。変化球、これは空振りです。ツーボールツーストライクです。次が5球目。見逃し三振。バッターボックスには5番坂倉。ツーアウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。ああボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。低めの球ストライク。高めのボール、このフライはヒットになりそうだ。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。西武ライオンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、エースを攻略しての勝利というのはやはり普通の勝利とは違いますよね。いや本当です。自信もつきますしね、いい試合だったと思いますよ。そうですね、自信になるでしょうね。勝った西武ライオンズ、接戦をものにしました。一方のカープですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。
本日は最後までご観戦ください。